レンゴカラミキサー。ボール紙に3つの丸い形の穴を開けて、そこに3つの色のゼラチン缶格子を貼ってください。真ん中に青色を貼り付けるともっと綺麗になる。このボール紙を折ると穴はこのように合っている。太陽光のところに行きなさい。青紙は赤と合うと紫色になります。黄色は青と合うとグリーンになります。赤と黄色が合うとオレンジになります。丸いボール紙のカラーミキサーもできます。穴のところにゼラチン缶格子を貼って、ボール紙を2枚、プレスボタンでつけてください。ディスコライトが出来上がった。この2枚のボール紙を太陽光のところで回してみると、とても綺麗なデザインになります。